山形駅の前に歩いておられる皆さん、瀬川康介と申します。僕の話を少し聞いていただけるとありがたいです。今、東京永田町では、消費税増税の可否をめぐって、与野党間、あるいは、民主党内で、熾烈な、政治家同士の戦いが繰り広げられています。この消費税闘争というのは一体何なのかと、テレビ等では面白おかしく、まるで政治家たちが喧嘩をしているかのように、面白おかしく書いておりますけれども、この消費税増税法案の戦いの根底にあるものは、もっともっと深いものだと思います。僕たちは3年前に、政権交代に夢を託して民主党に一票を入れたわけですが、それからわずか3年で、民主党首脳部は国民に税金をもっと払えと主張し、それに対して小沢一郎とか鳩山由紀夫といった方々は、それは違うんだと。3年前に自分たちに夢を託したのは国民の生活が第一だという言葉を国民が信じたから票をくれたのであって、それに対して自分たちは責任を取るべきだと、こう主張しているわけです。数の上では、増税賛成派が多く、増税反対派は少ないかのように見えますが、先日、小沢一郎という政治家が、自分の主張に賛同する政治家たちに向かって言った言葉は、これは数合わせではないんだと。政治家として国民に向かうときの姿勢の問題なんだと。だからみんな一緒に戦ってくれないかということで、この土日、民主党内で数の駆け引きが繰り広げられていくわけですけれども、小沢一郎の主張に賛同する 国会議員たちが次第次第に増えて、今新聞報道では60人かというところまで来ているわけです。鳩山由紀夫や小沢一郎が主張しているものは何かというと、国家も企業も家庭も、どんぶり勘定で金が儲かっているうちはそれはそれでいいんだと。しかし、マイナスに転じかけたときに一番犠牲にしなくてはいけないのは、例えば家庭であるならば、亭主の飲み代、国家であるならば、国家の中枢を成している官僚機構の無駄なお金を削減すべきではないかと、たったこれだけの単純な話だと思うんです。それがあたかも、増税をすることを、それが一番最初に国民に負担を強いることが一番だという発想がまかり通っているこの現状こそが少しおかしいのではないかと僕などは思ってきました。そういう観点から僕などは、小沢一郎とか鳩山由紀夫の主張するものを正しいと思い、今、半年ほど前から私は小沢一郎を激励する市政の会というものを結成して、小沢一郎迫害というのか、抹殺キャンペーンとかというのか、そういった、反小沢陣営による、小沢叩きをですね、少しでも、小沢一郎の側に立って、激励しようということで行動してきたものです。今回、くだらない週刊誌や、昨日あたりは、読売新聞という新聞にまでですね、その週刊誌の、記事が転載されて、消費税増税論争とは全く関係のない場所で、個人攻撃が盛んに行われているのを見まして、こういうものを許してはいけないんだということで、10日ほど前から、北海道から始めて、誰も聞いていないだろう街角で、この消費税法案闘争がどういうものかということを配らせてもらってます。たくさんの人に聞いていただきたいとは思いませんけども、一人でも僕たちの言う言葉に耳を傾けてくださる方がいれば、それで僕はありがたいなと思って語らせているわけですけども、一番言いたいのは、小沢一郎という政治家は、テレビ、マスコミ、また、悪意に小沢一郎を貶めたがる人たちの間では、極悪人かのように語られてきました。
しかし20年前に彼が自民党を飛び出すその直前直後に出されました日本改造計画という本の中で、彼はこれからの政治家というのは企業の弁護士や官僚の弁護士になってはいけないんだと、政治家が政治家であろうとするためには国民の弁護士の政治家でなくてはいけないんだと、それを強く主張して20年間来ているわけです。そしてそうした彼が一番根底に置いているのは国民の生活が第一だと、国民の生活を第一にする視点を持った政治家であり続けるんだと、この20年間まるで青臭い青年のようにですね、それを訴えては潰され、それを訴えては潰されて今日まで来ているわけです。そしてここ数年間は捏造としか言いようのないような裁判を吹っかけられて、刑事被告人までならされて耐えてここまで来たわけです。そして無罪判決を受けて、さあ自分は国民のために動くんだと思った時に、またそのですね、くだらない権力闘争の中で事の本質を見忘れた人たちの小沢攻撃を受けながら戦っているわけです。政治家が国民の生活を第一と考えることにこの国の誰が文句を言うものでしょうか。これは当然すぎるほど当然のことであって、例えばここから選出されている代議士の方が中間案をまとめて増税に行くんだという、ここの県民の方はその国会議員が増税に行くこと、それを黙って見逃してるんでしょうか。それをいいよと言ってるんでしょうか。国民のほとんどの方はこれ以上の増税案を勘弁してくれると思ってるはずなんです。そういう戦いが今僕たちの知らない永田町、東京永田町の政治家たちの世界で繰り広げられているわけですけども、この戦いを一言のように見るのではなくて、テレビのニュース、新聞、そういったものを今僕が語りかけているようなことを少しでも頭の中に入れてくださって、もう一度見つめ直し、考え直していただけると僕はありがたいなと思いまして、今この街角で拙いことを喋らせてもらっているものです。僕は物を書くのは仕事ですけども、喋るのはあまり上手ではありませんので、気の利いたことは何も語ることはできません。しかし山形からでも見ようと思えば東京永田町の本質は見れるはずなんです。もう一度今この消費税闘争というのが何なのか、まるで消費税増税を反対する人たちが悪人かのように言われているこの政治状況は何なのか、そういうことをもう一回見つめ直して、そしてもう一度永田町の清掃というものを見つめて考えていただけたら